今回は Python のプロットリーを使って時系列データのインタラクティブなグラフを作成していきたいと思います。使用するデータは電力量のデータのほか、熱源の出入り口温度やガス量のデータを使っていきたいと思います。期間は約1年分のデータで、周期は15分のデータを使ってやっていきます。プロットリーを使うと簡単にインタラクティブなグラフを作成できるので、ぜひ真似してみてください。それでは始めていきたいと思います。まずライブラリーのインポートを行います。今回は pandas とプロットリーエクスプレスの2つを使ってグラフ化をしていきたいと思います。 pandas はデータフレームを操作するライブラリーで、プロットリーエクスプレスはデータフレームを与えることでグラフ化をすることができるライブラリーになっています。次にデータの読み込みを行います。読み込む CSV をサンプル CSV として、インデックスコールに0、パースデイズに0、エンコーディングにシフト時数を指定してリード CSV で読み込みます。読み込んだ CSV をデータという変数にデータフレームとして格納します。次に読み込んだデータの確認をします。データはこのようになっていまして、1列目にタイムスタンプ、2列目から5列目までデータが入っているというようなことがわかります。期間としては2月1日から翌年の2月の末までのデータが入っていまして、合計で 35,520 行のデータが格納されています。このデータフレームを用いて4つのグラフを実装していきましょう。まずはじめに線グラフを書いてみます。 px.line と記述し、データフレームに先ほど読み込んだデータ x 軸に表示したい項目、今回はデータのインデックス、先ほどのタイムスタンプを指定します。今回 y には熱源入り口温度を指定します。熱源入り口温度を時系列で表示するといった意味になります。それではシフトエンターを押して実行してみます。これで15分ごとの熱源入り口温度のデータを可視化できました。このままでは少し見づらいので拡大してみましょう。左クリックをして拡大したい部分をドラッグしてみると、こういった形でプロットリーではグラフの操作を行うことができます。他にも拡大や縮小、グラフ化の補助的な役割を持つ機能を使うことができます。次はデータを1日ごとのデータに集約しグラフ化してみましょう。今回は棒グラフを書きます。まずデータのリサンプリングを行います。data.resample(d.sum)とすることで、 d というのは1日ごとのデータを合計値で集約するといった意味になります。この1日ごとの合計値を data_d という変数に格納しグラフ化を行います。格納したデータ d を使ってグラフ化を行います。棒グラフですので px.bar として先ほどの線グラフと同じパラメータを設定し、シフトプラスエンターを押します。今回 y 軸には電力量を指定しています。それでは実行してみます。このような形で表示されます。少し分かりづらいですけれども、先ほどと同様に拡大してみると実際に棒グラフになっていることが分かります。次はエリアグラフ、面グラフを作成します。ここまで見てお気づきの方もいらっしゃると思いますが、 px. 以降のここの文字列を変えることでグラフの見た目を変更することができます。
今回はエリアグラフですので px.area としてグラフ化を行っていきます。それでは先ほどと同様に1日ごとに集約したものを入力して x 軸にはデータアンダースコア D のインデックス、 y 軸には電力量を表示する設定をしてシフトプラスエンターで表示していきます。こういった形で面グラフを表示することができました。薄く色が塗られているのがわかるかと思います。最後に4つ目の散布図を書いていきましょう。他の3つのグラフと同様に px. の後ろをスキャッターに変更するだけで散布図を作成できます。今回表示するデータは熱源出口温度と熱源入り口温度を使って散布図を描きたいと思います。ただし今回は散布図のプロットの表示を少し編集するため px スキャッターをこの fig という変数に格納します。格納した fig を使ってレイアウトを変更してみたいと思います。アップデートトレーシーズをつけてマーカーの変数に辞書型でそれぞれの設定を書き込みます。マーカーには散布図のプロットのサイズとラインプロットの枠線のスタイルを記入しています。それでは実行してみましょう。こういった形で散布図は表現できます。これも今までのグラフと同様に拡大することができ、それぞれのプロットがどういった値を持っているのかというのも確認できます。ちなみにスタイルを変更しなかった場合はこういった形のグラフになります。このあたりがプロットが密集しすぎていてあまりどういった形になっているのかというのが分かりづらいため今回スタイルを変更しました。以上が簡単なプロットリーのグラフ化の方法です。プロットリーは実に優秀なライブラリーなのでデータ分析の際はぜひ利用していただければと思います。簡単な可視化だけでなくカレンダーヒートマップを作りたい場合はこんな動画も出していますのでぜひご覧ください。また次回もよろしくお願いいたします。